モールで充電して涼んでから行きます。しょうがないですね。ついでにモールを見て回りますから。この町のほとんど、あなたがだから隣、迷惑でした。それから小さい頃はいろいろ遊んでくれたよね。お医者さんごっことかもしたよね。思い出した？このお久しぶり、かな。うん、隣に座るとき、すごく心臓バクバクしちゃった。だって、ずっと会ってなかったから。私と行き先は一緒だね、かなちゃん。それは…疲れた、かなちゃん。やっぱ東京って遠いんだね。なに？どうして？今でも、それに今さら草薙子、かなちゃんはかなちゃん。
遅いお塩な、ごめんね。でもすごい大ニュースがある。おかえりなさい、かなちゃん。お客さん？違うよ、かなちゃんだよ。かなちゃんってみっちゃん覚えてない？確かに言われてみれば面影があるような。だってあの頃は僕の方が背が高かったからね。でも成長したのは要だけじゃないよ。どう？背は負けちゃったけど女らしくなったでしょ。何その取ってつけたような。かなちゃん、ああそれはね。なんだいなんだい。あ、うるさくしてごめんなさい。誰がばあちゃんか。ほらほら、カノメはカズは、カズちゃんも一緒、一緒に連れてくるようなことを言って。え、どういうこと。僕の言う。でもかなちゃんって昔から、山でどんどん先に行っちゃうよね。はいはい、思い出。